大丈夫か、ナルト。ああ、助かったってばよ。ウチハ・サスケ、火影のチャクラをたどってきたか。しかし間の悪いやつだ。この後貴様をぶちのめせば急いできた甲斐があったってもんだろ。ああ、その通りだ。笑わせてくれる。始まったか。時空間が消える間際、とっさにカエルを忍ばせたが。急がねえと。これならひまわりちゃんの花瓶にぴったり。小田原先生、どうしたの、カワキ。ねえ、何があったの。七代目が連れて行かれた。鹿丸、いいのか、どうした。ナルトのチャクラが消えた。直前に変なチャクラ反応があったの。緊急事態だ、門の閉鎖指示を出せ。はっ。ナルト、少しだけ時間を稼いでくれ。おそらく奴は物質を小さくしている。小さくって、そんだけか。それを瞬時に元の大きさに戻すことで致命傷を与える。なるほどな。確かに単純だが厄介な能力だ。さすがだ。何よりその冷静さと洞察力。今ここで先に葬るべきなのはお前の方だな、ウチハ・サスケ。あっ、大玉螺旋丸。おかげでよ、小さくなったてめえの居場所がよーくわかるってばよ。時空間移動で逃れたか。代わりに教えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。なんだこりゃ。ボルト、どこ行くんだってばさ。決まってんだろ、探しに行くんだよ。当てはあんのか。なくても探すんだよ。君のその腕、七代目のチャクラで動いてるんでしょ。だったら無事だよね、ナルト。俺は調査の過程で妙な場所へたどり着き、そこである痕跡を見た。俺がその時に見た新たな大筒木のものと酷似している。どういうことだよ。貴様行ったのか、あの場所に。大筒木に十尾とくれば、大方この星のチャクラを吸い尽くそうとでも考えているんだろう。ウチハに伝わるスサノオか。スピードは大したものではないようだ。ナルト！アマテラス。捕らえたものを燃やし尽くすまで消えぬ黒煙。まあなんだろうと関係ないがな。晩酌尽きたか。やはり乾きでなくてはならん。この器はもうダメだ。そろそろお開きだ。サスケ！なんだ？渦巻きナルト、そいつごとお前を殺すのは少々骨が折れそうだ。今は時間がない。時間がない？それはてめえの腹のひび割れと関係あるのか。それ以上奴を刺激すんじゃねえ、クラマ。そもそも奴はお前なんぞに用はねえんだ。確かにお前自体に興味はない。と言っても息子の方は別だがな。とぼけるな。カーマだよ。あるんだろ、ボルトの体にも。
今さら何をしても無駄だが、お前は別だ。ここで死んでもらうぞ。サスケ、逃げろ。早く、お前だけでも逃げるんだ。そうやすやすとやらせねえってばよ。サスケ君、死ぬな、ナルト。わずかに伸びた寿命を真っ暗闇の中で謳歌するがいい。覚えてろよ、そのセリフ。そっくりそのまま返してやっからよ。なんだ、体が痛むか、次元。涙を流すとは情けないやつ。なるほど、見せてもらったぞ、次元。とにかく、火影屋敷に連絡を。まさか。